六百、えー、億だったり、八百七十七億だったり、九百八十九億だったり、一千七十三億。これ、日本パターンあるんですね。本日本企業便器分析は、あ今回整備する調節地で、東京都がですね。産,産出の根拠として判断ですね。これはすでに公表しています。誰も見ると思ってないから。 私はです、ねえー、総事業費17兆円の東京強靭化プロジェクトに関して東京都の行う治水事業そして公共事業に関してその必要性と正当性を支える、えー、重大な事実について指摘をいたしまして、えー、指摘をあの問題提起をしたいと思っております議場の皆さんにもぜひ考えていただきたいと思っておりますのでよろしくお願いします、えー、私の、えー、地元の武蔵野市の武蔵野中央公園ではです、ね、石神井川上流地下調節地の整備事業が予定されておりまして、えー、本年の2月 二十六日から準備工事が始ままってますで本体工事は、えー、令和七年度からでございます、えー、この事業の十年間で一千、えー、億円の非常に大きな事業でございまして、えー、東京都は説明しているというふうに言うんですけども、えー、地元の皆さんはやっぱりまだあんまり知らないという方が多いという状況です、えー、冒頭確認をさせていただきます石神井川上流地下調節地の、えー、概要について伺います中島東京都都議官都内ににおきまして時間五十ミリを超える降雨に伴 う水害が頻発していることから平成24年に中小河川における都の整備方針を策定し目標降雨を年超過確率20分の1、えー、区部では時間75ミリに設定いたしましたこれを受け28年3月に、えー、石神井川河川整備計画を改定し新たな調節地を複数位置づけたところでございます、えー、このうち、えー、石神井川上流地下調節地は青梅街道等の道路下の空間を利用し西東京市にある南町 調節地から、武蔵野市の都立武蔵野中央公園に至るトンネル式地下調節地でございまして、延長は約1.9キロメートル、貯流量は約30万リ米ベでございます。令和4年3月,3月に都市計画を決定し、4年10月に都市計画に事業認可を受け、現在、準備工事を行っているところでございます。五十嵐委員、はい。もうちょっと簡潔に答えていただけるとありがたいんですけれども、私、あのこの事業をですね、BYC といってえ、費用便益分析について非常に に問題があると思ってます。えー、まずですね、あの現時点で、えー、その b y c について、えー、まあ非常に一ぎりぎりな時点であるということを指摘したいと思います、えー。そもそもはですね、この問題に気づいたのがですね、えー、住民説明会でした。えー、この事業の、えー、住民説明会が本年の二月二十二日と二十三日に、えー、武蔵野市の専川小学校で住民説明会がありました。で私も二日参加いたしました。で市民からですね質問が出たんですね。これ事業費いくらですかと。そしたらですね、えー、東京都はですね東京建設 東京都の施989億というふうに説明をいたしましたそしたら住民が非常に驚きましたえ何で驚いたかというと昨年の1月18日と22日の住民説明会同じように専管小学校であったんですけどもその時は東京都この事業費について600億円というふうに説明してたんですねなのに1年経った後に説明会に来たらですね事業費が約400億円も上がっているということで市民が大変驚いてですねなんで400億円も上がるんですかということを質問されていましたで私もあの金額調べました そしたらです、ね、昨年の1月の住民説明会では建設局は事業費を600億円と説明していますで昨年1月27日に公表した令和5年度の予算公表では989億円で昨年の11月27日の資料ではコストは877億円と書いてありますで今年の説明会では989億円と説明し令和6年度の予算の概要これ1月26日に公表されていますけどもこれについて1073億円と記載されています。この2年 年間でですね、ええ六百億だったり、八百七十七億だったり、九百八十九億だったり、一千七十三億という四パターンあるんですね。なんでこんなに住民に対してですね説明した金額が一年で、えー、約四百億円、三百八十三百八十九億円も上がったん上がったのかについての理由を伺います。中島東京都議官。ええー、本事業に関しまして、えー、設計の進捗やあその時点の資材価格等を踏まえまして。木原氏。まああの、ね、値上げしたってことなんですけども、まあ一年でやっぱり四百億も増えたという。 非常にあの住民は驚いたということですね。 えー、まあやっぱりただコスト増はですねえっ、ー、と費用便益分析というのにあの関わってくるところでございます。えー、BVC 公共事業での費用便益分析というものがありますけれども、これはあの事業から生じる費用を、えー、事業から生じる効果を費用と比較して事業の投資効果を評価するものです、えー。簡単に言えばですね、ある事業の実施に要する費用、まあ建設費だったり、えー、維持管理費に対してその事業の実施によって社会的に得られる便益、まあ例えば事故災害のまあ減少によって家屋が、まあ 守られたりとかですね環境の質が改善したりとかですねまあそういう大きさがどのくらいあるかというものを見るものでございます国交省も所管公共事業の評価の結果の信頼性を一層高める観点からですね分析にかかるマニュアルや交通指針を出しておりますこの後専門的なやり取りが行われた後約15分後 えー、そもそもですね、この算定の根拠となる被害金額も非常に課題です、これ、皆さん、あの考えていただきたいんで、えーまあ、10年に一度の規模の雨の想定で、 えー、この釈地以外川上流地下調節地がないと、1000億円の被害が出るってことを想定してるんですね、果たしてそんな被害が、えー、出るということなんでしょうか、資料二のケース二というのは、どういう場合を想定したのかについて伺います、えー、ケース一の一が、これがあの、えー、調節地が整備されてない,ない状態で、えー、ケース一の二が616億ですね、これが整備された状態ということです。 あの正確に申し上げますが、本費用便益分析は、 あ今回整備する調節値、効果を評価すると。まあ、そのためにの、現況の流化能力ですね。まだ五眼が完全に仕上がってない状態での流化能力を前提として、で、国のマニュアルに沿って、これは計算をしております。でその結果が、計算値ですけど、あくまで。1千4、1千3億円と616億円ということで、むしろあの、整備による効果ですので、この差分の方が大事です。あの、千44六616の方が、先ほどの427億円という ででですすががここちらが大事とということですのででまた、この1.31については、東京都におきましても補助採択のために、あ学識経験,者経験者ですね、河川工学などの専門家が入ったあ専門委員会に確認をしてございますあの浸水の被害と状況と原因、私もすべてデータ調べました、石神井川の有定一水の記録としては、近年、一水によって、まあ、川があふれたことによって出る被害が出たというのは、えー、平成17年9月4日の台風19号の豪雨。この時時間最大雨 量はミリですでこの時どんな被害が起きたのかなというと練馬区内の床上床下浸水が合計32棟でこれも河川の境外箇所まあボトルネックと言われる一番の危険なところで起きているものです、えー、32棟の被害が直近の、えー、水,水害ですこのマニュアル27ページにも著名な水害でできるだけ近年のものともあ,あります、えー、32棟のですねまあ被害しか起きていないのにですね に課題でではないでしょうか、えー、まあ石神井川の現地はですね西東京側にですね十分な調節地があって今回の取水口となる南町調節地も一度も満タンになったことはないんですねで下流の練馬区側も着実に護岸整備が進んでいて、えー、隣のです、ね、西武新宿線の立体交差化事業も着手になって護岸整備での川のボトルネックを解消しつつありますえーまあ、ちょっと実態とかなり本当にこの事業がなくって10年に一度の雨で石神井川が氾濫してです、ね で1000億円の被害が起きると想定していること自体、大丈夫かなと思うんですけれども、その根拠として、ですねえ東京都はですね氾濫図というのを出してますね、氾濫図、この氾濫図、あの私、開示請求で出していただいたんですけれども、えー、この氾濫図が、ですね、えー、練馬区と西東京が作っているハザードマップよりも、えー、氾濫図の方が広いんですね、つまり何が言いたいかというと、東京都が10年に1回の雨で、えー、1000億円の被害が生じる、その根拠があの東京都が出して、 ている図なんですけどもその氾濫図は60時間雨量65ミリで計算したはずなのにこのハザードマップ西東京と練馬が作っているハザードマップこのハザードマップは最大雨量153ミリを想定しているにもかかわらず、えー、その東京都がですね算出の根拠とした氾濫図ですねそっちの方が65で極めてあの雨量としては少ないんですねなんでハザードマップの方が浸水予想区域が狭いんでしょうか 1000、えー、億の数字、まずは申し上げたいんですが、今回は、ね、治水経済マニュアルの案に沿って計算した結果でして、あの被害額と事業費合わせるとか、そういう、えー、意図は全くございません、それから今の氾濫区域の話ですが、費用便益分析に用いました氾濫区域でございますが、これはあの調節値の効果を評価するために、マニュアルの案に沿って適切に表示したものです、一方、ハザードマップの浸水エリアでございますが、これ、目的が違ってまして、 いいいいざとととうう時ののの住民の避難行動を促すということが目的でで作っててるものでして例えばの内水氾濫ですね下水の方からちょっと溢れるとかそういったものを現実的なケースに沿って作成されているということです東京都は下請けというかその委託してこの数値全部出させていると思うんですけども、えー、まあちゃんと精査できているのかなっていうのは非常に疑問に思います、えー、そもそもですねこのまあ,あの今回あの開示請求で出したこの便千1154億円 のの算定の根拠です、ねえーまあ、開示請求で出してくださいというふうふに言ったらです、ねえーまあ、3点ほどしか出さなくてです、ねえー、算出根拠および関連する一切の資料と書いたときに反乱図を出してきてです、ねまあ、あの最初から反乱図出さなかったとっいうところに、まあ、そもそもごめんなさい、私非常に問題があるんですけれども、まあ、やっぱりこの数値というのは被害額、金額とかです、ねまあ、やっぱりあの都民の目にちゃんと見せられるようにというかちゃんと都民が評価できるようにです、ね、開示請求しなくてもいいです。 もうう開示すすべきだというふうに、えー、思いふに思ます国交省のこのマニュアルの81ページにも、原則公表するというふうに書いてありますね、東京都、今後、こういう公共事業、かあの費用、えー、便益の根拠の資料をちゃんと開示すべきだと思い、公表すべきだと思いますけど、本事業の費用分、えー、便益分析の結果、1.31ですね、これはすでに公表しております、で費用分、えー、便益分析の詳細につきましては、あの今のやり取りもでもお分かりかと思いますが、内容が専門的であり、 説明が必要であるということから、現在、公表の在り方を検討しているところでございます、まあ、誰も見ると思ってないから、まあずさんなものでもそのまま放置している可能性があるということですよね、えー、これですね、えー、BYC が1、これまで BYC の議論をしてきましたけれども、BYC が1を切った事業というのはあるんでしょうか、伺います時間がなくなります、早くお願いします。中島東京都議官 建設局では事業の効率性および実施過程の透明性の一層の向上を目的としまして、学識経験者からなる事業評価委員会を開催してございます。委員会の議事用紙および資料を公表している平成28年度以降、この委員会の対象となった建設局の事業で費用対効果が一応下回ったものはございません。五十嵐リー委員の発言は終わりました。 石神川潮流地下調節地の整備の際、添付の被害想定をしています。本事業がない場合と整備した場合で全車線44億円、後者616億円と想定、10年間で1000億円かけ整備しても10年に1度の規模の雨で616億円の被害が生じる想定、多くの方にとの費用便益分析ご覧いただきたいです今朝の武蔵の中央公園です。 石神井川上流地下調節地の準備工事が始まっています。午後は総務委員会が19時過ぎまでありました。明日も総務委員会があります。私は子ども政策連携室にフリースクール等について質問する予定です。都庁プロジェクションマッピング小池知事経済効果は18億円。東京都小池百合子知事。 令和5年度の予算額が7億円だったが、経済波及効果は約2.5倍の18億円。経済効果は18億円。前日まで予算特別委員会があったのだからそこで公表指針にすべき。ちなみに当初、都の担当者は、経済効果は検討中と私に回答。しかし、あまりに批判が多いため。 経済効果でで合わせすることにししたのでしょう再三度返しで7億円投入できる東京都、民間ではありえない発想です。小池知事の議会答弁拒否率は41%、耳障りの悪いことを言う議員への答弁拒否率は76%、都議会第1回定例会本会議の代表質問と、一般質問の小池知事の答弁拒否率が41%であることが判明。 以下詳細です都議会第1回定例会本会議の代表質問と一般質問では、合計で28名が質問。知事への質問は136問、そのうち、知事が答弁拒否をされたのが56問。答弁拒否率はなんと41%。しかし、そこからさらに驚くべきことが分かった。 質問をした28人中21人は、知事の答弁率が100%の一方で、知事の答弁拒否があったのは7人。この7人の議員が知事へ質問したのは74問で、そのうち知事が答弁されたのはたった18問。ここから算出すると、知事の答弁拒否率は76%。かたや、21人に100%答弁をする。 一方で7人の議員には答弁拒否,が答弁拒否どころか答弁差別です知事に耳障りの悪いことを言う議員の質問を明らかに排除しているちなみに私がこのことを予算特別委員会にて小池知事に質問をしたら知事は答弁拒否であった